はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。ではね、頂上決戦やっていきます。今回選択チャレンジ、さボタンをもう押してますよ。ベンキマンさん先生取りましたね。クラーク、さクラークとクラウザいいね。 SR ではかなり強キャラっすよ。モモコ、いや攻撃的やな。でもうわー、これ全部攻撃型になってしまうな、シェン取ったら。いやまあでもシェンやろね、これは。アテナとシェンやったらちょっと火力は十分ですけど、攻撃的すぎて嫌な感じがする。向こうテスいいよ。テリーいましたね。ちょい出して、クラウザーでしょ。マッチュはウィップ置いとくかな。シェンはね火力高いから調整しづらいからね、まあそういう意味では怖いんで、こんな感じにいって全滅を狙いに行こうかな。頭はマッチャーにしとこう。これでいきます。全滅を狙いたいんですが、ブライアンがいるか。これ一応バッドでいこう。一応バッドでいくんですけど、このエイジはゲージ溜まるよね。エイジ、あブライアン前にしてくれる、その方がやりやすい。エイジはあ溜まる。あビリア、いいね。マッチャー生きてほしいからね。ここめまいしたー。なんでこれめまいするのはいいんやけど、なんでマチュアなんかな。マチュアもうヘブンズゲート使って、あやられたわ。もうヘブンズゲート使ってさっさとね、やられさそうと思ったんですけど、もうやられてくれた。で次はここはねどうすっかな。モモコ出すか。モモコ出そう。これでいきましょうか。あー必殺、必殺じゃない、クラウザースキル出ない。モモコで、ブライアン削って、もう全滅を狙うんで、これは花から。だからこういう出し方してるんですけど、ここで肉まん食ってきますよね、おそらく。で次こっち3体出しにしようかな。肉まん、あビッグマンね、これ攻撃型に強いからね、ビッグマンは。肉まん食われて、この剣数をもうちょい削りたいな。でここで、モモコやられる。でテリーゲージ溜まってるね。テリーがゲージ溜まるから、ここはウィップ。これはウィップはテリーに飛ばせますから置いとこう。で、ブライアン叩いていきましょう。硬いからね、できるだけ叩いていく。さあバスタールフは使ってくるのか。まあ、使うしかないよねこれ。バスタールフ使って多分クラウザー叩きに来るんですけど、まあ、そこからが全滅チャンスですね。剣数が後ろにいる限りクラークが有効なんでね。バスタウルフは、使ってきたら多分全滅取れた。でクラウザ叩きに来るでしょ。クラウザ多分ここでやられるので、生きるかな、やられ、生きるかな、これは。生きてもいけるか。でも、そうっすね、シェンよりこっちかな。これで全滅取れますね。これ、まあ、これでいっか。で先にね、でもね、先ちょい打つんですが、このブライアンがちょいで倒せないよね。こうなるのがちょっと嫌やったんですけど、まあそれでもいけるか。クラークとクラウザー両方打てるんでね。で先クラーク打って、クラウザーいけますね。これはもう全部一応展開読んだ展開になったから、まあいけましたね。あっこでテリーがバスタールフ使わんと調整してきたりしたらちょっと狂ったんですけど、まあ、バスタールフ使ってきた時点でもうほぼ、全滅取れる形になりましたね。はい、では頂上決戦の、続きやっていきます。ランクバトルをしました。今回は選択チャレンジ、さあボタンを押してます。ガンガンさん先生取った、先制取ったんで、ヤシロシンゴか。まあ、シンゴ取るんですけどね。これは右京さんかな。ヤシロはね、非常にいいっすよ。防御性能が高い、ヤシロは。ネームレスとハワモルやったらハワモルかな。ハワモルです。やっぱ旋風烈弾が出るか出ないかですけどね。ヤシロはスキル出たらガード率上がるんで、やっぱスキルが出るか出ないかで結構変わるんですけど、まあやっぱ信頼できるっすよね、防御型として。向こうはリンがいましたね。リン天敵やな。覇王丸の天敵やな、リンは。
シェンを置くかどうか、どうするかな。シェンね、リンカーでも相手は、いやシェンはちょっと敬遠しとこうか、敬遠してシェルミにしときましょうかね。で頭ひなこよりもダイモンでもいいかな、ダイモンにしよう、これでいきましょうか。うん、これでいきます。ヤシロ出してる、ここはシンゴがスキル出てるんで全部っぱかな。ヤシロはやっぱね、さっき言ったようにスキルとか必殺が出たらガード率が上がるから、やっぱ出すときは必殺を打ちたいよね。だから先出しよりも必殺を打てる状態で出したいっていうね、感じですけど、これこのままいきます。ダイモン使う、めまいはしない、旋風出ないな。やっぱ覇王丸のね、どうもね、旋風列弾の確率がね、ちょっと下げられてるような気するんですよね。いつからかわからんけど、今年ぐらいからな、ちょっとわからないんですけどね。ただ確実にね、スキル率が弱くなってる気はしますよ、ほんまに。でここは、あ、スキル出たね。シンゴ使おう。じゃあシンゴ使って、このヤシロ倒してからどこ叩くか。ヤシロ倒すんですが、あ、こうなるか。これ私ハンオマルで倒して、怒りダウンはリンですよね。リンで次新しいキャラと、このメイリーがねゲージ溜まるんですよね。マイじゃリン溜まらんよね、今シンゴで下げたから。うん、ガード、うわー、ハオマル今のガードしてほしいな。ハオマルがガードするかしないかで結構変わるけどね。さあリンは毒は出てる、これ強いんよねマジで。ここは一気に行くのか、それとも一回待つか。シェン出したらリン倒せるチャンスやな。シェン出すか、シェルミー前にしてこうしましょうか。シェンでも一気に行きましょう、仕掛けましょう。サイケシェン、クリクリじゃない、あー、ワンパンできひんかったな。そしたらハオマル、これ倒せるかな、リン。暗黒雷光剣打つでしょ、これが耐性が入ったらやばいけど、入ってるマジか、耐性強すぎるほんまに。さあでも怒り下げが出てる、なんとか毒は防いだね。ちょっと鼻かみます、鼻が出る。まあ、あのリンのやっぱね、耐性がねものすごい強い、ほんまに。あれが出るか出ないかで、やっぱ今みたいに倒せる状況でも倒せなくなるんでね。ここはやられてほしいけど、このシェルミ、いやシェルミギリギリ生きたわ、やりづらいな。シェルミが生きたか、リンはでもまだゲージたまらんでしょ。そしたらこのままでいいかな、このあースキル出ない、マジか、これスキルここ何も出ない。さすがにリンまだゲージたまらんよね、今さっき下げたんで。このシェルミやられてもらって、新しいキャラで一気に行きましょうか。リップお前、うん、ゲージ溜まってないね。いや、覇王丸やられる、いやー、あ、シェンに来てるわ、毒。これ次こそリン倒そう、ここラッキーやね。ひなこよりもラッキーかな、ラッキーでリン倒して、頭はラッキーでいいか、これでいきます。でシェン使ってから、おクリいいよ。でヘルバウンドで、リンを確実に倒しに行く。リン倒すんですが、できればラモンも倒したい、無理かな、あ厳しいか、厳しい。まあ旋風列弾で倒しとこうか、これでもう出てくるキャラで終わりなんで、終わりなんで、あと2体ですよね。ネームレスと、あと1体だけ、あジョンね。さあ、螺旋。お、いいよ。今のメイリーはナイスっすね。そこに飛んでくれるのは。螺旋で、これワンパンかな、ラッキー。ワンパンやめてほしい。よし、耐えた。そしたらシェンも生き残るね、ここは。うん。うおー、めっちゃ怖いわ。ここ、ひなこ一体出しでいいかな。ひなこ一体出しで、シェンのゲージために行きましょう。めまい入ってくれ。めまい強い、このめまいマジ強い。おお、クリティカル出てる。おお、今のクリティカルはやばいね。まあ、これはシェンが決めてくれたね。もうこっち右京さんいるから、負けることないね。右京さん出しましょうか。いやー、これは結構シェンが活躍したんじゃないかな。
シェンが活躍したのもあるけど、展開的に結構うまくいったね。今のメイリーの必殺がハーマルに飛んだり、まあ、途中でリンをねこう怒り下げ続けたりできたんで、まあ、展開にも恵まれたかなっていう感じもねしましたが、まあでもシェンが、結構活躍してくれた気もね、します。やっぱ火力出るんで、あの怒り回転も早いし、まあ、頂上ではねかなり重宝するキャラだと思ってます。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。